カージナルスで14年プレーしたオジー・スミス。彼のつけていた背番号1は、カージナルスの永久欠番となっている。この一覧は、メジャーリーグベースボールのナショナルリーグ中築に所属する、セントルイス・カージナルスの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、観客動員数を年度別に上げた。 なお、レギュラーシーズン及びポーストシーズンの主要タイトル、受賞者を以下に示す。セントルイス・カージナルスは1882年、アメリカン・アソシエーションにて、セントルイス・ブラウン・ストッキングスとして発足。翌年セントルイス・ブラウンズに解消。1892年、アメリカン・アソシエーションの解体に伴い現在のナショナルリーグに所属。その後、 1889年に1年だけセントルイスパーフェクトズを名乗り1900年にセントルイスカージナルスに解消。現在に至るチームは2015年で134年の歴史を持つ球団となった。これはアトランタブレーブス、シカゴカブスに次いで3番目に古い歴史を持つ球団である。その間19回のナショナルリーグ優勝と11回の ワールドシリーズ制覇を成し遂げている。なお公式記録ではないが、ブラウンズ時代の1885年から1889年に4度のリーグ優勝、1886年にはナショナルリーグとのワールドシリーズ制覇も達成している。カージナルスがこれまで動員した観客は延べ1億4608万8139人に上る。これはロサンゼルスドジャース。 ニューヨークヤンキースに次いで3番目に多い記録となっている。判例、ありがとうございます。